平成23年2月19日第90回阿蘇市を猿行伝統の味噌手作り体験が開催されました。阿蘇市奈良木野地区の区長森進一さんのお宅で味噌作りを体験させていただきました。あ、どれぐらいやるんですかこれ。あ、4時間から4時間半ぐらいこれ1回短時間にポットを逃げるですね、うん、しかしやっぱ昔ながらの時間をかけて朝6時半から大豆を煮て準備してくださり、皆さん味見を交えながら味噌作りを楽しんでおられました。昔部屋の中に小座引いてこう並べてこう甘い。お昼は森区長お手製の手作りそばや手作りのぜんざいなどをとても美味しくいただきました。大丈夫ですか。あれ先生の方あれと先生だね。10割伸ばすな。回しときそばがね。手作りそばってすごいです。何してるんですか。これよね、そこの網、本当は網があるんだけど、網がないから、そこから土が穴ない。持つもの、アーケトンがバレる。日ごたえです。午後は日ごたえや姫入りの花を植え、最後はキーホルダーなど、たくさんのお土産をいただき、参加者の皆さんはとても満足しておられました。もうちょっとこれ散らしたがよかった。散らしたちょっと散らさないモルダーもこのお見えたよ。あーうん、そうそうそう、うん、ほらってやるやつ、ね、これは何のもらった。